皆様こんにちは、ゆめのです。本日はですね、ちょっとハンドメイドのことで計画を立てていることがありますので、その事前の説明というか、そうですね、そのお話をしようと思います。それでは始めていきます。ハンドメイドのことでね、一体何の計画を立てているのかということなんですけど、計画としてはですね、めちゃくちゃシンプルな計画です。はい、この計画を立てた経緯っていうのは、本当にもう YouTube からハンドメイドのショップに来ていただく方が本当に多いんですよ。で、プラスリピーター様になっていただけることが本当に多くって、もうこれってね、もう本当にハンドメイドの世界でリピーターになっていただくことってすごいことなんですよ。だからもう何とかして感謝をしなきゃと思って、今までは公式 LINE でクーポンをね、出したりとかをしていたんですけれども、結構そのクーポンコードって、一回使っちゃうと、まあ何ヶ月かって期間は決まってるんですけど、一回使って、またってなってくると、それがね、ちょっと期日を決めなきゃいけないので、頻繁に出したいんですけど、期日が被っちゃうと、新しいクーポン使えるけど、前のクーポン使えないってなっちゃったりもするんですよね。だから、よくわかんなくなっちゃうかなと思ったんですよ。アルファベットと数字が並んでるだけなので。で、どうやったらシンプルにいけるかなって思ったんですけど、まあね、私がね、単純な考え方で良かったなと思ったんですけど、今ね、今使ってる新しい方、今年からのオンラインショップと、以前使ってたベースのオンラインショップ、2個あるんですよ。計画としては、YouTube を見てくださっている方、先行販売で、旧ショップをね、秘密のショップとして秘密のショップっていうのがすごく名前がめちゃくちゃ子供みたいな名前なんですけど、秘密のショップとして、YouTube の視聴者様先行販売用のショップにしようと思っています。はい。で、もちろん販売するものはアウトレットとか分けありではなくって、いつものショップで販売する予定のものを、1週間前ぐらいに先行で買えるっていう形にしようと思っているので、アウトレットとかではなく、本当に通常商品の、先行販売って感じです。で、今予定しているのが、だいたいお値段がもうクーポンとか入れなくってもよくって、いつものショップの 20% オフくらいの価格で先行ご購入いただけるようにしようと思っています。はい。もうクーポンコードとかをね、入れていたら期限が切れていて使えなかった、でももう決済になっちゃったってなったりしたら、せっかくクーポンコード入れたのに500円引きにならなかったとかもなったら悲しいですし、せっかく YouTube から来てくださっているので、それはちょっともったいないなと思っていて、ただその LINE のね、お友達になってくださっている方は、ほとんどがもう YouTube からの方なので、そこは大丈夫かなと思うんですけど、ただもうね、コードとか入れて500円とかじゃなくって、最初からもう先行で 20% オフでご購入できた方が、売り切れとかにもならないし、確実に早く安くお得に買えるかなと思って、それを今計画してます。はい。で、ただですね、課題としては、どのタイミングでSNS に商品を載せるかっていうことなんですよ。これがすごく悩んでいて、なんでかって言ったら、こういう一点物のものが今すごく多いんですよね。なので、単純に私がたくさん作れればいいんですけど、それがもう本当に課題で、例えばなんですけど、こういうのだったら、これを2セット作っておけば、先行販売に1セット、通常販売で1セットっていう風にすれば、問題は解決するんですけど、なかなかね、このジェルネイルシリーズに関しては、2個3個ってたくさん作るのが結構大変なんですよね。なんだろう、でもやっぱりね、定番のものとかね、今のこの1点限定のものとかもね、やっぱり先行販売で、20% オフくらいでね、やっぱりこう、YouTube を見ていただいている方へのね、やっぱり感謝の企画として、この秘密のショップを作ろうというかもあるんですけど、秘密のショップにしようとしているので、やっぱりこう、定番のものっていうのがあるんですけど、それも先行販売価格で買えるようにしたら良いかなと思ったり、そもそもその先行販売ではなくって、もう定番のものってあるんですけど、三角形のものとか、ああいうものもお買い得な方がいいかとか、そこをちょっと悩んでいて、もうスタートする日にちとかはまだ全然決めていなくって、2月3月4月私がかなりバタバタするので、でも理想としては4月から先行販売の秘密のショップと通常ショップの2つ運営していこうかなと思うんですよね。ただまあ、
ミンネさんをね、いつも使ってくださっている方は、ちょっと入力とか住所の入れるのとかね、難しいかなと思いつつ、ただミンネを2つ作るっていうのがね、結構大変なんですよ。難しくって。オンラインショップはね、もう作んなくても今2つある状態なので、そういう計画をね、密かに立てております。はい。で、もちろんその、先行販売の 20% オフでご購入いただけるショップはね、こういうノベルティとかは変わらずつくんですけど、あとまあ送料無料とかパーツ変更無料は変わらないです。はい。それプラスね、先行販売でご購入いただいた方限定でね、何かそれ以外のプレゼントとかもね、あったらいいかなとかも考えていて、今作っているのが、これはちょっと本当に今作っているとこなんですけど、淡水パールにね、ちょっとジュエリーつけた感じの、こういうちっちゃなピアスとかイヤリングいいかなとか、すごく考えています。はい。なのでね、本当にそれぐらいしかもちょっと私の頭ではこう、感謝をね、お伝えできる機会とか、ないなって思ったんですよ。で、チャンネル登録者様がね、1000人、達成とかってなったら、またプレゼント企画をしたいなとは思うんですけど、それはまあ、あくまでもやっぱりこう、1000人のプレゼント企画であって、日頃の感謝とかはまた違うなと思ったんですよね。なので、まあ、先行販売にはなっちゃうんですけど、やっぱりこう、ね、日頃お世話になっている方々に、感謝の気持ちを伝えるための、秘密のショップっていうことで、やっていけたらなと思います。あとはね、本当にインスタグラムとかにね、どのタイミングで載せるかがね、すごく難しくって、インスタでね、先行販売しますとか言っちゃったら意味ないんですよね。YouTube の方にっていう秘密のショップをインスタで宣伝するっていうのは、意味がないので、いつも木曜日にね、インスタで新作紹介ライブしてるんですよ。なので、その日にその YouTube ではとか言ったら意味ないので、どうしようかなと思っていて、まあでも YouTube ライブで先行販売しますっていうお知らせをするのも、なかなかリアルタイムでね、お昼とかに見れない方もいるので、まあもちろん録画は残すんですけど、一週間前ぐらいに先行販売するっていうのを、もう純粋に YouTube の視聴者様向けの秘密のショップなので、一週間前に、今木金土日で更新してるんですけど、その水曜日、一週間前の水曜日にね、YouTube の視聴者様先行ってなって、ただそしたらね、それをまた次の木曜日に新作紹介ってするのも変だよなと思って、そこをね、今すごく悩んでいて、というかそこが今唯一、引っかかっているところで、どういう風にしようかなと悩んでおります。はい。今まで通り、木曜日に新作紹介ってして、もう YouTube を見ている方に向けての新作紹介として、秘密のショップで販売します。一般販売は何日からですが、みたいな感じにしちゃえば、今まで通りの流れでいいんですよね。ってなってくると今度は、それいつインスタに載せるかってなっちゃって、そこでね、今すごく悩んでるんですよね。でもその秘密のショップはね、やっぱちょっとかなりね、クーポンコード入れたりとか、そういうことしなくていいので、すごく使いやすいかなとも思うんですよね。もう最初から 20% オフになっているので、もう普通にご購入いただくだけでいいので、あとはね、私がこういう一点物をね、何セットか作れる、努力ができれば、もうあとはね、話は全然スムーズにいくのかなと思いつつ、ちょっとね、いつから始めるかは、現時点で4月から始めたいなとは思うんですけど、インスタに投稿するスケジュールとか、あとはその新作紹介のスケジュールとかね、そういうのをね、どうしようかなというところで、本当に計画は、できていて、あと、どういう風にすれば、YouTube の視聴者様の秘密のショップっていうのをね、いい感じに運営できるかっていうところですごく悩んでいます。はい。もしね、何かこういう風にしたら、YouTube の視聴者様しか見つけられないよとかね、案がありましたら、本当にね、私考えても考えても、いい案が出てこないんですよね。もし何かこう、案というか、アドバイスとか、あとこうした方がいいんじゃないですかとか、もしね、ございましたら、コメントとかね、書いたらちょっと、これ、秘密じゃなくなっちゃうかもって思われたら、LINE とかでも大丈夫ですので、教えていただけると、すごく嬉しいです。はい。もうね、このぐらいしかね、感謝の気持ちを伝える、感謝の気持ちを伝えるっていうか、感謝の、ね、気持ちをね、画面を通してだと言葉でしかやっぱり伝えられないし、で、アクセサリーをね、販売していても、やっぱりこう、
クーポンとかって期限を決めなきゃいけなかったりするので、もし期限切れちゃってたらっていう懸念もあったんですよね。クーポンを出したらね、使ってくださる方っていうのはもちろんいて、で、ありがたいことに、クーポンを使っていただくと、リピーター様になってくださる確率もすごく多いんですよ。で、まあ、YouTube から公式 LINE 登録していただける方がほとんどなので、だったらもうね、もちろんクーポンは今まで通り、お友達になっていただいた方には発行するんですけど、なんかね、こう、もっとスムーズに最初からこう、お得なお値段で先行でってできないかなって思って、考えた結果が、ショップが2個あるから、片方を秘密のショップにしようというね、ことに、たどり着きました。はい。そんな感じでね、本当に計画段階で、あとはこう、どういう感じで段取りを進めていくかっていうところなんですけど、早めにお知らせしておいたら、突然ね、こんなこと言い始めたってならないかなと思ったので、今日はね、ちょっとお知らせというか、事前の説明会というか、ちょっと入学試験みたいになっちゃってるんですけど、事前説明会をね、開きました。説明会開いたとか言ってね、アドバイスがあれば教えてくださいっていう、もう本当にって感じなんですけど、やっぱりね、頭が良かったらね、なんかパスワードとかやったと思うんですけど、なんかそういうこともなんか、大変だなと思ったんですよ。パスワードを入れるとかね。なんか大文字小文字とか、めんどくさいなと思って、できないなと思って。かといってね、同じショップで先行発売とかできないんですよね。みんな見えるので、非公開の、商品とかってできないので、考えた結果、秘密のショップといつものショップっていうことにして、秘密のショップでは先行販売っていうね、感じにしようかなと思っております。はい。そんな感じで、本当にね、まだ計画だけは、できているっていう状況なので、段取りがガタガタなんですけど、やっぱりね、感謝の気持ちをね、お伝えするには、それが良いのではないかと思いました。はい。ちょっとね、秘密のショップ計画というのをね、立てております。理想としては、4月から、秘密のショップ開店したいなと思います。先行販売で、今の時点の計画では 20% オフ、プラス、こういうちょっとしたね、こういうちょっとしたノベルティがね、増えるっていう感じで、感謝の気持ちを伝えるため専用の、秘密のショップっていう計画をしておりますというね、お話をしました。本当にね、もうね、なんかいい案があったらよかったんですけど、やっぱりこう難しいことはね、考えられないです。本当に。なんかこう、ね、あるんですよね。その、専用のページを作るとかも考えたんですけど、そうなっちゃうと、この専用のページって何ですかって、普通にね、ご購入いただける方からしたら、この普通って何ってなっちゃうなと思ったし、なかなか難しいなと思った時に、あ、前のショップあるって思って。まあでも、名前もね、もうちょっとなんかかっこいい名前を思いつけばよかったんですけど、秘密のショップっていうもんね、本当に。なので、なんかこう、本当にいい、アイディアというかね、こうしたらもっとスムーズじゃないかとかね、こういう段取りで行ったらって、もしね、温かい、アドバイス、厳しいアドバイス、ご指摘などね、ありましたらね、コメント、もしくは、公式 LINE などで教えていただけると嬉しいです。はい。もう、ただただ、感謝のための秘密のショップっていう、コンセプトでございます。はい。そんな感じでね、ちょっとね、これ日曜日の雑談で話そうかなとも思ったんですけど、日曜日の雑談にしちゃうとなんかこう、話の途中でそういうこと言ってたってなったらね、最初見てて、あ、ちょっとどっか行かなきゃってなって、あ、今日今週見れなかったなってなった方は知らないで終わっちゃうなと思ったんですよね。だから、ちょっと一日、私の中での一応企画の日とされている土曜日なんですが、この事前説明会というのをさせていただきました。はい。そんな感じでね、ちょっと長くなっちゃったんですけれども、本日はね、計画中の YouTube 視聴者様感謝企画、秘密のショップ計画しておりますっていうお知らせでした。そんな感じで今日の動画はこのあたりで終わりにしようかと思います。いつも最後までご視聴いただきまして本当にありがとうございます。この動画が少しでもいいなと思っていただけましたら、高評価とチャンネル登録をどうぞよろしくお願いいたします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。